になるには試験を受けて受かれば、試験があるんだ、うん、受かればもう誰でも入れます。試験があるんだ。そうなんです。短いですよ。短い時間、短い、まあ、何十分かの試験の中でなんか図形問題を解くんですけど、うん、みんな小学校の頃になんか知能テストみたいなのやりませんでした。この影に隠れて見えないところに四角がいくつありますかとか、そういうやつ、そう、うん、なんかこう図形が3つ並んでて、その4つ目に来る図形は何でしょう、この中から選んでくださいとか。なるほどなるほど。あれに似た問題を延々やらされて、まあある程度の成績以上だったら入れる。よし、飯田君、いや任した。いや僕もほら日能研とかあるじゃないですか、うんうん、電車の中吊りの、はい、あの問題いつもううなりながら分かんないんですもん。ダメですよ。頭が硬いですよね。最近でもあれだよね、電車の駅吊りの車内吊りの広告見てる人ほとんどいないね。ああみんなスマホ見てる。関西は車内吊りの広告がもうほとんど絶滅して、私ね昨日電車に乗りながらずっと数えてたんですよ、うん、そしたらねほとんどが JR 関連の身内のコマーシャルで、みんな携帯見てるから誰も広告見なくなっちゃって、うわ、だ出向がなくなってるんですけど、そんな話何の関係もないです。置いといて、はい、でこの試験に受かるとメンサに入れるんですが、メンサというところでは一体皆さん何をやっているんですか。何だすかその笑いは。秘密結社みたいなものですか。秘密結社、みんなで夜な夜ななんか十字架の周りで火ともしてとか、そういうやつですか。なんか怪しいメンサとは何なのか、怪しい肉を食べるとかそういうねしてそうですよね、してないですけど。何をやってるんですか。毎月大体1回例会っていうのがあって、そこ、うん、そこに集まって、まあ、飲み会ですね。飲み会、そう、交流会。男女でいうと比率は、比率がすごくやっぱり男性が多いんですね。男性が多いんだ。飯田君任した。興味失うのやめてください。でその交流会をしながら、うん、なんか世界を動かしていこうとか。そうですね、なんかそういうこと言う人もいますね。いやでもそこでカップルできたらね、結構いますよ。すごく賢い子が生まれるよ。すごくそういう、なんだろう、多いですね、メンサ同士のカップルって。うん、仲良しサークルっていう考え方でいいんですか。仲良しサークル、もう交流会ですね。でも日本だけじゃないわけですよね。そうです、そうです。で世界でも、世界でインターナショナルのメンサで集まる会っていうのが年に1回あって、今年はカナダとか、去年はどこだっけ、ヨーロッパのクロアチアだったかな、で、うん、やったりとか。いや、そんな頭のいい人が世界中から集まったら、いかにもここで世界が動いてるような感じがあるじゃないですか。面白いですよ、ね、するする、うん、どんなお話をするんですか。ここではすごく難しい話もしますし、なんかこう人権とはみたいな話とかもしますし、はい、もっと軽い、さっきモテるとはとか、え、なんだって、モテるとは。じゃあ似たようなもんだな。さっき飯田君ここでですね、なんか高齢者の風俗が流行ってるやめてくださいしてたんですけど、じゃあそんな話もするんだ。そんな話も全然しますね。ちょっと安心します、まだなんか全貌がなんか見えてるようで見えてないような気がしてますけれども、はい、まあなんとなくメンサの概要が分かったところで、はいはい、ここで早稲田大学法学部出身の辛坊さん、横浜国立大学経営学部出身の飯田君、そして、はいはい、ラジオの前のあなたもこれが分かればメンサに入れるかもしれない IQ テストを中野さんからちょっと。図形のテストじゃラジオじゃ分かんないそうですよね。はい、一応そのなんかラジオでも分かるようにちょっと文字ベースの問題ということでいくつか考えてきてみたんですが、はいはい、一番分かりやすそうだというので、うん、そのうちの一つ、はい、問題を、はい、ガチモです。今は初見です。初めて聞きます。はい、はい、皆さんもちょっとチャレンジしてみてくださいね、はい、じゃラジオの前の皆さんもこれ紙と鉛筆がいりますか、いりませんか。ペンはいらないと思います。ペンはいらないですか。ペンはいらない、わかりました、はい、覚えてください。それでは問題です。はい、じゃあですね、緊張するなお前、あ緊張するな、ドキドキするな、合わせてきた。ね、中国が2、うん、アメリカが3、うん、フランスが3、うん、とすると日本はいくつでしょう。なんだって。中国が2、アメリカが3、はい、フランスが3とすると日本はいくつでしょうか。フランスが3、アメリカが3、はい、アメリカ3、フランス、中国が2でフランスが3、アメリカが3、はい、わかりました、はい、2です。答えはこの後、この後で答えは早い、やっぱり早い。シンボさん、メンサに入りましょうよ。ちょっとじゃあその前に皆さんも考えてもらうということで一曲いきましょう。今年メンサのリストに入ったのはこの人なんですって、マドンナ。それでは改めて問題をおさらいしておきましょう。中国が2、うん、アメリカが3、フランスが3、うん、とすると日本はいくつでしょうかという問題でしたが、ヒントはありますか。ヒントは、ドイツも3、イタリアも3です。ドイツも3、イタリアも3、はい、じゃあバングラデシュは2。あ、さすがですね。へえ、飯田くん何それ、
全くわからないですよ。バングラデシュは、バングラデシュは、おお、ということで皆さんどんな数字が出てきたでしょうか。それでは正解と解説をお願いします。はい、これはですね、正解はあの国旗の色ですね。あー、はい、なるほど、はい、そんなところまで、ね、頭が回るか、すごい、全く回らない辛坊さん、辛坊さんノーアルタカは爪を隠す、実際日本を動かしてたんじゃないですか、マグネです、すいません、マグネです、かっこいいさ、こういう問題が出てくるんですか。そうですね、まあ、みんなこういう、まあ、これ割と、ね、優しい方ではあるんですけど、IQ というよりやっぱりこういう国旗の知識も必要になってきますし、そうですね、国旗、本当はこういう知識がなくても解けるような問題を出すっていうのが美しいとされるんですけれども、これピンと分かった方、辛坊さんも今度メンサの入会試験受けてみますか。いい、とんでもない、実はもう入ってたね、とんでもない、歩いて10分歩いて10分